こんにちは、金子です。今回は iPhone と Android の違いを徹底解説していきます。普段スマートフォンを使っているけれども、この2つについてよく分かってないっていう方も結構多いので、今回は iPhone と Android の違いについて解説をしていきます。今回やっていく内容なんですけども、目次はこんな感じになってます。まず最初に携帯電話にはスマートフォンとかスマホとかガラケーといった呼び方がありますので、これが具体的にどう違うのかっていうところから始めていきます。そして iPhone と Android の種類の違いとか、あとはですね、最近は格安スマホとか呼ばれるやつが出てきたりとかですね、あとは iPhone と Android の特徴とか、どっちがおすすめなのかっていう点にもですね、詳しく解説をしていきます。まず最初にですね、スマートフォンとかスマホとかガラケーって何なのっていう話なんですけども、まず携帯電話っていう言葉はですね、外で持ち運べる電話なので、携帯できる電話なので、携帯電話っていうふうに呼ばれてます。で、携帯電話の中にも種類があって、先ほど言ったガラケーっていうのとスマートフォンですね、その2つの種類があります。で、ガラパゴス携帯っていうふうに呼ばれてるのが、これがガラケーって言いまして、これ右の図で言うと、こっちのやつですね、このちっちゃいやつ、これがガラパゴス携帯、ガラケーっていう風に呼ばれているもので、スマートフォンって呼ばれているものが、略称がスマホっていう風に呼ばれているので、スマートフォンがですね、こういうやつですね、画面だけのやつ、これがスマートフォンっていう風に呼ばれています。なんで、この新しい携帯電話が、スマートフォンっていう風に呼ばれるかというと、スマートって英語で賢いとか、そういう意味だったりするので、賢い携帯電話っていう風な意味で、スマートフォンっていう風に呼ばれています。スマートフォンが出る前までは、携帯電話っていうふうに言われていたこのガラケーはですね、なんでこれガラパゴス携帯って言われるかというと、ガラパゴスっていうのはですね、ガラパゴス諸島っていうところから取られていて、ガラパゴス諸島っていう島はですね、外部と隔離されていて、そこにしか生息しない生物とか結構多いんですね。実はこのガラケーっていうのも全く同じで、日本と海外って、この携帯電話に備わっている機能って、全然違ったんですね。なので日本独自の機能っていうのが結構多くありまして、なので日本で販売されていた、こういう携帯電話とか、あとはですね、折りたたみの携帯電話とかいっぱいあったと思うんですけども、そういうのをガラケーっていうふうに言います。スマートフォンが発売される前の海外の携帯電話って実はこんな感じで、下にですね、こういうパソコンのキーボードみたいのがついている携帯電話が結構主流でした。機能もですね、結構シンプルで、日本だとね、お財布携帯とかワンセグって言ってテレビが見れたりするんですけども、海外だとそういうのがついてなかったりするので、日本独自のね、携帯電話ってことでガラケーっていうふうに呼ばれてます。なので、これがスマートフォンと、ガラケーの違いってことですね。ガラケーっていうのは日本の携帯電話の呼び名だったりするので、このスマートフォンになる前のこの携帯電話、こちらのですね、総称をですね、フィーチャーフォンというふうに呼んだりもするので、あまり呼んだりする人多くないんですけども、こちらのですね、前使われてたような携帯電話のことをフィーチャーフォン、そして新しい携帯電話、こちらの画面のみの方をスマートフォンというふうに言うんだなっていうふうに思っておいてください。補足なんですけれども、こちらのですね、小さい方の、携帯電話、こちらをですね、スマートフォンというふうに言いまして、それをですね、こういうふうに画面を大きくしたやつ、これをですね、タブレットっていうふうにも言いますので、一緒に覚えておきましょう。そしたらですね、次は本題の iPhone と Android って具体的に何が違うかっていうところなんですけども、 iPhone の特徴としてはですね、このスマートフォンの後ろにこのリンゴのマークがあるんですけど、これは Apple っていう会社のロゴマークですね。なので、この iPhone の後ろにはですね、この Apple っていう会社のロゴマークであるリンゴマークがついているので、すぐ分かりやすいかなという感じです。これが iPhone ですね。 Android っていうのは何かというとですね、Google っていう会社が作っている OS の名前が Android っていうんですね。で、これ今多分ちょっと聞いて、どういうことっていうふうに思った方結構多いと思うんで、詳しくやっていくとですね、Google っていう会社が作っているのはですね、この OS っていうやつだけなんですね。で、OS って何かというとですね、OS っていうのはですね、スマートフォンを動かすソフトだと思ってください。このスマートフォンを動かすソフトっていうのを Google っていう会社が作っていて、で、それの名前がですね、Android っていうふうに言うんですね。で、こういうふうなロゴマークがあるんですけど、この Android を作っているのが、Google って会社だよってことです。で、この Android っていうのは基本的にですね、誰でも無償で使っていいですよっていうふうに提供されてるんですね、この Google っていう会社が。なので、この Android っていうスマートフォンを動かすソフトをですね、こういうふうにですね、ソニーとか、サムソンとか、そういういろんな企業がですね、スマートフォンのですね、こういう本体を作って、
本体を作っただけだと、まあ、スマートフォンとして、まあ、起動しないですよね。なんか操作もできないので。なので、ここの本体を作っているのが、まあ、ソニーとかサムソンとかの、まあ、他の企業で、そこにですね、この Google っていう会社が作った、このスマートフォンの動かすソフト、それが Android って言われているので、この Android っていうソフトをですね、ここの中に入れるんですね。そうするとですね、こういういろんな企業が作ったスマートフォンが使えるという流れになります。なので結構勘違いされて言われていることが多いこととしては、こちらの左側の種類、これが iPhone だっていう話をしたんですけども、この右側ですね、このスマートフォンが Android っていうわけではないです。Android っていうのはあくまでもこのスマートフォンを操作するソフトの名前なんですね。なので、このスマートフォン自体の名前、例えばですね、これソニーが出しているのだと、こういうふうにですね、エクスペリアって言ったり、このサムソンっていうところが出しているスマートフォンの名前はギャラクシーっていう名前がちゃんとついてます。なので、この Android っていうのはあくまでもスマートフォンを動かすソフトの名前だと思ってください。じゃあですね、この iPhone っていうのはですね、このスマートフォンの名前なんですけども、iPhone にもですね、やっぱりスマートフォンを動かすソフトにも名前がついてまして、それのことを iOS っていうふうに言うんですね。じゃあなんでこう iPhone と Android っていう風な感じで区別されて言われることが多いかっていうと、Apple 社ってところがこの iOS っていうのを開発してて、で、それを元にですね、まあ、作ったのがこの iPhone なんですね。で、この Apple 社が作ったこの iOS っていうのはですね、実は Apple 社しか使えないんですね。他の企業には提供してないので、独自で作ってるもう専用の製品になります。Android はどの企業でも自由に使えるんですけれども、この iOS っていう方のスマートフォンを動かすソフトに関しては、Apple っていう会社が開発して、まあ、自分たちのところでしか使えないようにしているので、Apple っていう会社が作ったスマートフォンにしか搭載されてないんですね。で、この Apple っていう会社が作っているスマートフォンっていうのは iPhone っていうやつ一つだけになるので、基本的に iPhone と Android っていうような区別がつけられるってことです。なので、このタイトル自体がですね、まあ、結構勘違いしやすいタイトルなんですけども、Android っていうのはあくまでも Google っていう会社が作ったスマートフォンを動かすソフトなので、それをですね、まあ、ソニーとかサムソンとか、まあ、そういうところが作ったスマートフォンに、まあ、入れて使われているということですね。iPhone っていうのはこの Apple っていう会社が作ったスマートフォンで、その中にはスマートフォンを動かすソフトやっぱ入ってるんですけども、 Apple 独自が作った iOS っていうのがそこで使われてると。で、Apple 以外はこの iOS っていうのは使われてないので、まあ、iPhone と Android っていうふうに分けて言われることが多いということですね。で、これ正しくですね、まあ、タイトル直すとすると、Android と iOS とは何かみたいなタイトルが本来は正しい比較の方法かなという感じですね。ただ実際にここまで詳しい内容を解説するとですね、まあどういう意味かよくわからないっていう風になっちゃうので、この iPhone ってやつと、まあそれ以外っていう分類分けをして、 iPhone と Android っていう風に区別されることが多いということになります。Android はですね、まあ、いろんな会社が出しているわけなので、まあ、その中にもですね、格安スマホっていうふうに呼ばれたりするスマートフォンが結構出てます。この格安スマホってもうそのままの意味なんですけど、まあ、安いスマートフォンのことですね。まあ、それが、まあ、格安スマホっていうふうに呼ばれてます。Android に関しては基本的に無償で提供されているものになりますので、この本体をですね、安く作れば、まあ、こういうのもですね、1万円とか2万円とかで販売されたりします。で、この iPhone に関してはですね、基本的に安くても5万円ぐらいからかかりますので、基本的にこの格安スマホっていうふうに呼ばれているのは、基本的にこの Android っていうのが搭載されて、まあ、安く本体が作られているやつですね。それを格安スマホっていうふうに言います。この Android っていうのを使っていてもですね、まあ、1万、2万で買えるやつもあったり、10万円ぐらいしたりするものもあるんですけども、まあ、そういうやつって何が具体的に違うかというとですね、まあ、高い機種と安い機種で使えるのは、まあ、なぜかというと、まあ、Android って先ほども言ったんですけど、まあ、基本無料で使えるんですね。なので、基本的には安くて作れるんですけれども、まあ、あとは権利があって、まあ、その使うのにお金を払って使える機能とかもあるんですね。そうすると、まあ、そういうのを作るときにも、そういう権利代金っていうのが発生して、で、Google っていう会社にですね、その代金を払うのにまずお金がかかったりとか、あとはですね、まあ、全体的に機能が高性能だったりとか、
あとはですね、カメラが高性能だったり、まあ、防水があったり、あと画面が綺麗だったりというふうに、この左の方がですね、まあ、7、8万ぐらいするんですけども、この右の方が1、2万ぐらいで買えるんですね。これ画像で見ただけだとね、本当に変わりがないと思うんですけれども、まあ実際に使ってみると性能が全然違ったりとか、まあカメラの機能が違ったりとか、まあ画面が綺麗だったりとか、値段が高くなると、いろいろな面でこの本体自体の性能っていうのがすごく良くなっているということになって、そこで高いと安いっていう機種の違いがあるんですね。とは言っても、この2万円ぐらいで買える Android のスマートフォンって、まあ機能がすごく悪いのかっていうとですね、まあ普通に全然使えるので、ただそれよりも全然高性能っていうことですね。じゃあですね、iPhone と Android って、まあ、どういう特徴があるかというとですね、iPhone っていうのはですね、まあ、操作が結構簡単なんですね。で、iPhone って種類が、まあ、さっきも言ったんですけど、こういうふうにですね、まあ、段階ごとに新しくなっていくだけなので、基本的に機種でほとんど操作が変わりません。なので、新しいのが出てもほぼ一緒の操作なので、まあ、結構わかりやすいってことですね。で、あと iPhone っていうのはですね、さっきの Apple っていう会社が管理をしているものなので、もう結構セキュリティがですね、安全に作られています。なので、ウイルスで何か引っかかったりとか、まあ、そういうのがですね、基本的にしにくくなっている構造になっているので、かなり安全です。で、あと使っている人が多いので、まあ、人に聞けたりとかですね。あとですね、使っている人が多いってことは、まあ、付属品ですね。まあ、ケースとかそういうのもですね、いっぱい売ってます。で、全体的にもですね、まあ、高額になっているので、まあ、それに付随してね、まあ、金額が高いってことは、性能が高く、まあ、作られているってことなので、どれを選んでも基本的に性能が高いってことになります。じゃあ、Android の特徴はどんな感じかというとですね、まあ、先ほども言ったんですけども、安い機種と高い機種があるので、まあ、選択肢がかなり多くなるってことですね。ただ、安い機種はですね、まあ、性能を下げていることになるので、まあ、使っているとですね、まあ、動作が重く見えたりとかすることがあります。で、Android はですね、まあ、いろんな会社が出しているので、まあ、いろいろな種類から選べるのが特徴なんですけれども、まあ、ただですね、まあ、機種によってかなり使い勝手が違います。なぜかというと、Android って結構自由自在にカスタマイズができるようになってまして、例えばですね、まあ、楽々フォンとかそういう携帯もですね、Android っていうので作られているんですけれども、その楽々フォンっていうのもですね、まあ、機能を制限してこれだけしか使えないようにしますよみたいな感じにして販売しているものだったりします。なので販売する側がですね、まあ、自由にこういうふうに機能をカスタマイズできるんですけれども、それが原因で、まあ、新しい機種にしたらですね、まあ、どうやって使えばいいかわかんないっていうふうにもなりがちなので、結構機種によって使い方がかなり異なったりします。あとはですね、もうちょっと具体的な特徴としては、まあ、戻るボタンっていう、まあ、ボタンを押せばですね、まあ、簡単に前のページに戻ったりとかするボタンがあったりとか、まあ、あとは最新機能が反映されたりします。で、何かというとですね、iPhone っていうのは、まあ、さっきの Apple 社って作った、まあ、こういう iPhone っていうのがもう一択なんですね。これしか選択肢がないんですけれども、この Android はですね、まあ、各社いろんなところが出しているので、例えばですね、折りたたみができるスマートフォンとか、まあそういうのも出ているんですけども、そういういろんな会社がですね、まあ好きなスマートフォンを出せるので、そういうスマートフォンがあるっていうのも Android の特徴です。あとはですね、SD カードって言って、まあ小さいところに保存できるやつが使えたりします。で、実際にですね、まあ、iPhone は使っている人が多いとか先ほど言ったんですけども、どのぐらい多いかというとですね、まあ、全体的に見るとこんな感じになります。で、日本だと、まあ、iPhone が大体65%ぐらいの割合が使っていて、まあ、Android っていうのがまあ35%ぐらいですかね。で、逆にですね、まあ、世界で考えるとですね、iPhone で25%ぐらいしか使ってなくて、で、Android ってまあ75%ぐらいの人が使ってます。結構これ逆ぐらいになっているんですけども、これなんでかというとですね、iPhone、まあ、先ほども言ったんですけど、結構値段が高額ですよね。なので、まあ、世界的に見るとですね、iPhone 使っている人の方が、まあ、値段が高いので、あまり使っている人がいなかったりします。なんですけども、日本だとね、圧倒的に iPhone の方が売れていて、まあ、使ってる人の割合もかなり多いので、なので、わからないことがあった時とかはですね、まあ日本の場合だと iPhone の方がすぐ聞けたりします。じゃあ iPhone と Android ですね、まあ実際にこれ使ってる人で分かれたりするんですけども、まあどっちがおすすめかというとですね、まあ個人的な意見としてはですね、iPhone は結構初心者向けですね、まあ先ほども言ったんですけれども、使ってる人が多いので、まあ人にすぐ聞けたりとかですね、分からないこととかもインターネットで検索したら大体解決法が見つかったりします。このチャンネルでも iPhone の使い方とかも紹介しているので、まあそれ見るだけでね、基本的なことは全部わかるようになってますし、あとはですね、まあ、基本的にセキュリティも安全です。例えばネット詐欺とかで引っかかったりとかするときにもですね、 iPhone だとそのセキュリティが働いて、
ウイルスっていうのが入らなかったりすることでも、Android だとウイルスが入って大変なことになったりもするので、そういう面でもね、iPhone っていうのは、まあ、初心者からかなりおすすめできるかなっていう機械です。逆にですね、Android っていうのはですね、まあ、iPhone にない機種を使いたい人とか、あとはですね、スマートフォンのカスタマイズをしたいとか、あと、まあ、安い機種を使いたいって方ですね。まあ、先ほど iPhone っていう方は基本的にまあ安くても5万円ぐらいからですよって話をしたんですけれども、Android はね、もう本当に1、2万ぐらいからあるので、まあ、安くしたいなって方は Android を選ぶしかないかなと。で、値段が高い機種に関してはですね、まあ、性能が高くて、まあ、カスタマイズっていうのもこの Android っていうのはいっぱいできるようになってますので、まあ、どちらかというとですね、まあ、スマートフォンでいろいろなことをしたいっていう人向けなのがこの Android ですね。まあ、ただ先ほどもちょっと言ったんですけども、折りたたんだスマートフォンとかもですね、まあ、Android を発売されているので、iPhone にはない特徴がある機種を使いたいなって方はですね、この Android っていうのを使うことをお勧めします。僕はですね、iPhone と Android 両方使っているんですけども、Android はですね、まあ、いろいろなことができるっていうメリットはいいんですけれども、普段使う機能ってそんなに多くないので、まあ、シンプルに分かりやすい iPhone の方が使い勝手がいいかなというふうに思ってます。で、この iPhone と Android って、まあ、じゃあ買うとしたらどこで買うのかっていうと、まあ、大体こんな感じですね。まあ、キャリアって言われる、まあ、ドコモとかソフトバンクとか au ですね。まあ、そこで携帯電話の契約をしたりとか、最近はですね、まあ、家電量販店とかでもですね、普通に契約ができます。あとはですね、この格安 SIM 会社っていうのがあるんですけども、この格安 SIM 会社っていうのはですね、まあ、有名なとこだと楽天モバイルとか UQ モバイルとか、まあそういう会社になるんですけども、まあ店舗がですね、まあ基本的にあまりなくて、まあインターネットで申し込むっていうような会社だと思ってください。格安 SIM 会社に関してはですね、まあ別の動画で詳しくやっていきます。気になる方はですね、まあ先ほど言った UQ モバイルとか楽天モバイルとかで検索すれば一発で見つかると思います。で、この上で紹介したこの3つの方法はですね、まあ、携帯電話を購入するのと、そしてその携帯電話会社と一緒に使えるように契約もしないといけないですね。契約込みで購入をする方法になります。じゃあ、先ほどのスマートフォン本体のみ、契約をしないで本体のみ購入したい場合っていうのはどうするかというとですね、一つの方法としてはですね、直接購入するっていう風になるんですけれども、直接購入できるのは Apple って会社が出している iPhone だけだったりするので、まあ、こういう風にですね、Apple っていう会社のホームページに行くとですね、こんな感じにいくらっていう風に出てて、で、そこからですね、まあ、注文できたり購入できたりします。他の Android に関してはですね、まあ、その会社のホームページとか行っても購入ができなかったりするので、Android の携帯を買いたい場合はどうするかというとですね、まあ、わかりやすいところで言うと Amazon っていうところですね、これもいろんなところで売ってたりするんですけど、Amazon っていうところを見ていただくと、まあ、こんな感じにですね、まあ、Android の携帯をそのまま普通に販売しています。なので、こういうところで販売しているのを買って、まあ、こういう好きな携帯会社で契約をしたりっていう風な流れができます。で、あともう1個はですね、まあ、中古ショップでも購入できたりしますね。中古ショップはね、どういうのが売られてるかというと、まあ、こういうふうに上で契約したやつでもう使ってない携帯電話とか、契約したけどももう使わなくなったよみたいなのがですね、結構中古ショップとかで売られてたりするので、そこで購入できたりっていうこともします。スマートフォン本体だけ欲しい時っていうのはこんな感じで購入をしたりします。じゃあですね、これ購入したやつはどこで契約したりとか、まあ、直接ですね、まあ、ドコモとかソフトバンクで契約するのとか、何が違うのかとか、そういうのに関してはですね、まあ、次回ですね、まあ、スマートフォンの選び方とかですね、まあ、料金の比較どうなってるかとか、まあ、どこで契約するのがいいか悪いか、そしてですね、まあ、契約方法とか乗り換え方法ってどうなってるのかっていう点についてですね、詳しく解説をしていきます。実際ですね、僕もですね、まあ、月2000円ぐらいで携帯電話を使っているんですけども、それはですね、スマートフォンの選び方とか料金がどういう風な携帯になってるかっていうのが詳しく分かんなかったりするので、しっかりとスマートフォンは自分に合ったプランを選べるようにしておきましょう。人によってはね、僕みたいに、まあ、月2000円ぐらいの支払いで済んだりすることも多いので、その点について詳しく知りたいなって方はですね、動画の下のチャンネル登録っていうところがありますので、チャンネル登録をしておくとすぐ見ることができますので、まだしてなくて気になるなって方はですね、押しておきましょう。今回は iPhone と Android の違いについて解説をしていきました。少しでも参考になったら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。